本百姓とは、主に、江戸時代の日本において、領主に対して、年貢などを奉納し、村落共同体の世紀の一員と認められていたもの。17世紀世紀後半を境として、その性格に差が見られるようになる。本百姓とは、県知町に登録された田畑を所持するとともに、屋敷地を所持して、役屋として登録され、年貢、諸役、夫役を負担できるものを指す。 これは、中世の一見家と類似しており、一見家と称される場合もあった。これを果たせる者は村共同体の一員として認められ、一定の村役を果たす義務と引き換えに入会地や、灌漑用水の溶液権を保障され、寄り合いなどの形で、村の政治に参加することが認められていた。初期の本脈章は広範な血縁者や下人などの、隷属民を抱えて、 大規模経営を行う者も,もおり、構成の本百姓と性質の異なる部分も多く、歴史学においては、この時期の本百姓を特に、初期本百姓と呼ばれている。この状況が大きく展開していくのは、漢文検知以後と見られている。この検知以後、単純に、国高、英高に換算できる、田畑、屋敷地を持つ者、すなわち、 高持百姓を本百姓と称することになる。それに対して、本百姓に満たないものは水飲み百姓と称された。これによって、従来従属的立場に置かれていた農民の中にも、本百姓の基準を満たすものが出現することになる。ただし、実態においては複雑で過度な小農民の出現を警戒した。 徳川幕府はすでに官営の基金をきっかけに、分地制限令を出して従属民の自立を抑制する、政策を取り、村でも本百姓に株を設定して、定員を定め、本百姓ついての要件を満たした自立した、従属民を従前通り、脇白姓、水飲み白姓として排除するケースもあった。さらに時代が下ると、商品経済の農村への浸透や、 商品生産の進展、商業資本の農村での活躍によって、本百姓の中で格差が深刻化し、中には水飲み百姓に転落するケースもあった。このため、農村における本百姓の原則と実態の乖離が深刻化し、百姓一揆や村方騒動などの一因ともなった。ありがとうございます。